キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、トレードに出してあげた方がいい選手、最終回、はい、オリックスです。はい、はい、オリックスはね、うん、去年ほぼ当てたからね。なんかそうでしたね、うん、黒木とかな、うん、はい、もうほぼ全員当てて、うん、俺はもうあの福良さんからそんなになんで内部のこと知ってんねやって言われたから今年もゼガヒでも、はい、もう見透かしてやりたいよね、編成を、はい、そうですね、うん、でも、うん、調べれれば調べるほど、うん、もういっぱい入れ替えてるから、はい、もうほぼないいない、いない、うん、もうあのいないし、はい、もうその年齢の構成上がいいね、うん、そうだ、なんか全体的にその、あの、うん、表現は悪いよ、うん、表現は悪いけど中途半端にくすぶってる30前後がいない、うん、へー、だから30前後で いい選手やけど使わないんだったら出してあげた方がいいのにっていう選手がほぼいない、うん、だからまあいい選手いるよ、次に来るところで言うと、はい、うん、だからあの源、うん、ね、あの2軍ではいい形で結果残してるから、はい、今22歳だから、うん、まあ、未来に、ね、ね、向けて来るっていうところもあるし、うん、杉澤君とかも、うん、まあ、24歳で、で、まあね、いい感じで2軍でもやれてるから、うん、そんな別にトレードに出してあげた方がいいっていうより、まだね、今ここから地道に力つけて、はい、一軍っていうところもあるし、うん、でピッチャーでもあの前投手とかも、はい、まあ、今年23歳かな、うん、二軍ではしっかりした成績も残していいピッチングもしてるからね、はい、いいけどこれはもう次のためじゃん、うんうん、育ててるわけですからね。そうそう、だからその中なんで使わないのっていう人がいない、うん、このね、一軍に上げてこないのは上げてこない理由があるわけだよね、はい、それは今育成してるからっていうところを考えると、うん、オリックスはね非常に昨年ね、うん、いい感じのね、あの掃除ができしたからね、はい、掃除、うん、入れ替えっていうね、はい、この模様替えの掃除したから、うんうん、あの非常にメンバー的にはいいのよ、はい、でもあの年齢重んだ人たちは正直、うん、今年終わりかなってそうですか、でも人もいんねん、はい、もうその人たちはもうトレードとかじゃないから、うん、まあ、もうプロ野球人生頑張ったねっていう人たちだから、はい、その人たちは動かしようがないっていう、うん、でその中で、はい、まあ、ここはありかなって言ったところが、うん、村西亮太、お27歳、はい、俺はもうね、アンダースローはやめた方がいいと思うね。そうなんですか。そんなアンダースローの良さ、うん、ただサイドだったから下にしただけにしか見えへんねん、はい、それだったら もうサイドでもっと威力を持って投げた方がいいと思うから、うん、ただ下から投げてるだけっていう、うん、のような気がしてなんないで、はい、アンダースロー打ちにくいんじゃないんですか。アンダースローなんて一番打ちやすいから。あ、そうなんですか。そう、俺もアンダースロー成績俺3割5分前後ぐらい。へー、ただ下から投げてるだけのように見えるから、うん、俺はサイドスローでもいいんちゃうかっていうのがあるけども、はい、うん、ちょっとこのままいても、うん、あんまりチャンスないと思うね。そうですね、今年投げてないですしね、うん、まだ一軍でね、うん、で若い選手たちも、うん、まあ、出てきてるっていうのもあるし、うん、まあ、吉田輝生がね、はい、移籍してきていいからね。そうですよ、うん、だから鈴木洋ね、うん、あ、鈴木洋志だからこの、はい、でトレード現役ドラフト組が、うん、やっぱ頑張ってるから、はい、でちょっと鈴木洋もちょっとサイド気味じゃん、はい、役どころ取られてる感あるから、うん、でまあね、あの若い選手小田島とかもね、はい、まあ、佐伯佐藤が育成から試合官になったっていうところもあるしね、うん、でまあ高島もね若いところで言うと使われてたしね、うん、あ、出番なさそうですね。そう思うとちょっとノーチャンスじゃん、うん、だそういう意味では今現在27歳だから、うん、まあ、ここしっかりワンチャントレードしてあげてもいいんちゃうかっていう、昨年同様にね、うん、はい、本人のためにもね、うん、もし欲しいところだからサイドスローだから、まあ、あとはやめてサイドにしてワンチャンリリーフあるからね、サイドが欲しいところとかね、うん、まあ、あとは本当に気になるのは山岡は何してんだろうなっていう。あ、確かにガス会社ですかね。ガスの締めどうする。山岡投手どうしてるんだろう。行ったんですかね、うん、が気になる、うん、どうなんやろうなっていうね。だからそこら辺がなんかちょっとね、どうなんやろうっていうところがあるよね。しかも去年リリーフいっぱい出したからね、そこリリーフ埋まりつつあるから。で、まあ、野手で言うと言い飽きてきたけどね、はい、もうこの選手毎年言ってます、言ってる、はい、でも毎年言っててまだ今年も言われるってことは、え、チャンスはもうつかみきれてないのよ、うん、山橋達也確かにでも2軍ではめっちゃ打ってるのよ、はい、もう毎年、うん、だからもう
セリーグ行った方がいいかな。もうパリーグちゃうのかもしれない。リーグ変えてね。うん、リーグ変えて、リーグ変えて、だからまあ太田大使だって、はい、ね、うん、ジャイアンツから日本ハムに行って、はい、リーグ変えたから良くなった可能性もあるじゃん。はい、正直ね、うん。だからね、同一リーグ内じゃね、うん、ダメなのかもしれない。ちょっとパリーグが合ってない可能性ある。うん、もうリーグが合ってないと。うん、リーグが合ってないから。セリーグ行こう。セリーグ行ったら、うん、セリーグの投手陣と相性いいかもわかんない。はい、二軍ではだってウエスタンは広島とかね、うん、阪神とかと戦ってるわけだから、うん、でそこでは結果残してるから、はい、だからセ・リーグいいと思うね、うん、もうパ・リーグじゃやることないと思う、うん、めっちゃいいチームなんで。おもう見つけました。おもう彼にぴったりなチームが、うん、次回です。次回もうそっか最終回かこれがね。そう、うん、山梨はちょっと総出がいいかなっていうね、はい、っていうかあとは、うん、おらんねんな、うん、一軍とかも来るしね、うん、でしかも若かったらねまだまだだし、うん、はい、ちょベテランクラスはちょっともうお疲れ様ですみたいな感じになってるから、うん、そのやっぱ趣旨に反するから、はい、少ないね。やっぱオリックス少ないね、うん、ちょっと俺のお眼鏡にかかる選手が山足と村西だけ2人か。いや、やっぱり少ないな。オリックスはね、うん、去年いっぱい出してるから、はい、そんな問題よ。さすがに俺もむちゃくちゃ言えない。一番少なかったな。まあでも仕方ない、いないわ、うん、その別に出し、その買い殺し感ある人いない、うん、正直。あとくすぶってるのもいない、はい、もう若手でこっから上がっていくか、うん、もうお疲れさんかしかいない、はい、でもベテランもそう多くないんですよね。うん、でももうお疲れ様ですみたいなのは5人ぐらいいるよ俺の中で。5人もいました。うん、あ、そういましたっけ。だって多分行くよ。名前は言わないよ、はい、これでしょ。あ、若干これも怪しいね。うん、で これでしょ。うん、でこれでしょ。あー、そっか、うん、もうそっか。だってこっちがいるから。そうですね、いらんねん、うん、もうでしょ、うん、で多分こういうのが怪しい。ああ、いるやろ、うん、そこはトレードに出してあげた方がいいとかじゃないね、うん、それはもう言えない俺らの口からは、はい、ちゃんと今活躍してて。うん、そうまだ他手段でもできるよって、うん、ちょっとオリックス少なかったね。少なかった。まあでもそれはしかない。去年の構成もあるし編成もあるし、うん、逆に言うとそういう無駄なことをしてないっていうね、うんうん、ところとしては編成上は素晴らしいっていうところもあるから、はい、まあ、そういったところはね引き続きやりながら、まあここからね逆転優勝に向けてはちょっとホークス遠いかもわかんないけども、うん、ちょっと怪我人多いからな、はい、オリックスは、うん、でそこら辺が帰ってきてバーンと A クラスどこまでいけるかが、まあ、勝負だけど、うん、可能性は十分あるからね、はい、うん、そういった意味ではね、まあ、2人でしたけども、うん、この選手に対してのご意見いかがでしょうか。はい、